い、こんにちは、ソルウィンです。インサガなんか一瞬言葉が出てこなかったけどインサガでいいか。というわけでいきますか。今日はですね、ガチャパートですね、っていうか、うん、ずっとログインしかしてないなんて、そんなことはない、いいんだぜ、いいんだぜ。いやー、サガ愛がないわけでは全く持ってないんですけど、どうしてもね、あれなんですよね。僕はちなみに、はい、決まってます。こちらです。ビューネーが、ね、ロックブーケの時は見逃したんでね、ビューネーは取りに行く。行くぞ、行くぞ。レアガチャから限定ね。オッケー、行くぜ。そこそこクラウンも貯めてきてるんだぜ。これってさ、あれなんだもんね。というわけで、これね、ミカドが排出時に、なんと 50% の確率でビューネーが出ると。まあ言うて、ミカドっていうか皇帝の確率が 4% だから 4% 引いた上の 50% ね。まあ私なら引ける。いくぜ。さあ、まず、もうこれ最初にもう出てる。ここにビューネーが来るってことだよね、ちょっとね。来い、ビューネー。来い、来、ん、お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 、あ、いる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 。二人もいる、二人もいる。いけ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 。いけ、ビューネー。チャンスあるぞ。バリあるぞ。俺は取る、一発で取る。あ、え、お、お、お、いる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 。来た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 。あ、来たでした。あ、でも、来た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 。一発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 よ。これどうよ、すごくない、すごくない、すごくないですか。来たー来たー、ビューネットー、やったー、嬉しい。マジか、やりましたよ先輩。先輩って誰やねん。あー、マジか、やった、うっそー、やったー。ええ、なんだこのスペックは。ん、コークスクリュー、体術、体術、ビューネーが体術。いや、いいのか、いいのか。いや、でも、すげえ、俺すげえみたいな、これちょっと称賛いただいていいですか、高評価お願いしますみたいな。やらそうにみたいなね。遠征ガチャ、これもやっとくか、溜まってきたからね。あー、やばい、モチベーションが上がる。あ、すいませんでした、すいませんでした、申し訳ない。あ、てかもう家臣がいっぱいだよ、家臣が。いやー、素晴らしいですね。いやー、やっちゃいましたね。久しぶりですけど。いやー、素晴らしい。素晴らしいぞ、この力。あ、結構、も、あ、なんかあるやないですか。これも回したい、回したい、回そう。俺、このゲームガチャしかやってないような気がするな。いいのか、そんなので。違う、違うぞ、ガチャゲーじゃないんだ。ちょっと今年、そうだね。ちょっともうちょっとガッツリやっていきたい。ということで。とりあえず餌のどこがいい、どこがいい、どこに投げようか。やっぱ装備がね、そうだね。よし、どんどん強化していこうじゃないか。今4だもんね。グレードどんどん上げていきたい。まあ、まず下準備ですよ。これ今ね、準備期間なんですよ、これはね。はい、準備期間なんです。いやー、ビューネーがいるよ、ビューネーが。皆さん見てか。あ、ちげえ、ちょっと待って、待って。おー、危ねえ、危ねえ。ちげえから、危ねえ。何してんだよ、落ち着け。もうビューネー見たいからって違うだろ、そうじゃないだろ、ここで。危ねえ。何してんだ、ボケか。確かに出落ちだけど。危ねえな、何してんねん。マジで、バカか。ひどいな、今のは。やっほやね、今のはね。恥ずかしいですよ、本当にもう。落ち着け。サーセルスもこの前手に入れたんだ、そうだ、そうだ。そう、全然いいだ。まあ選手をね、これフリンちゃんあれか、麻痺好きだから取ってたね。最悪さ、もうステータス以上持ってるならまだ使っていけるだろうって思ったんだよね。このアルカイダーさ、結局さ、あれ、なんかなくなってない？なんか変な特殊のマークついてたんですよ、このアルカイダー。確かなくなった。あれ、何、なんかそういう期間限定のやつだったりとかした、もしかして。なんかそしたらごめんなさい、申し訳ない。将軍のやつとか、結構俺、むしろ拡張しないとダメかもしれないですね、これ。割ともうパンパンやないですか、こうやって見ると。いや、レベル上げたいからちょっと優先で。なーにーね、でもごめん。ヨハンもいらへんやろ、別にね。ロビルト。あ、でも一応王は取ったかな。脳天は一応ピオラせられるんだっけ。プレートしかもエレノアちゃんか。まあ、シルマーラどうでもいいとして。知らんすね。エイリー君、まあいらんよ。そっか、最後族いらん、最後族とか言うの、いや、なんか言ってた気がするね、自分で。アーセルスでしょ、アーセルスいいよね。これは絶対あげないからね。うん。シャールの皇帝か、ディアナさん。これどっちのディアナさんやね。あ、普通のあれか、お姉さん、これお姉さん、お姉さんか。ディーナもいらへん。カ
たとかね、大絶かよ、あったみたいな。兄ここにもいてね、兄好きなんだけどね、兄結構好きなキャラだよ。あと1位、これどうかな。行かないか。じゃあこれでいっか。これ変なのあげてないよね。あ、じゃあここで見てるからね。あぶねえ。一回ちょっとロックかけに行こう。不安だ。はい、それは大丈夫です。はい、いってらっしゃい。これあげちゃうか、むしろ。せっかく5人、5にしちゃおうぜ、5人。地面にこの音結構好きみたいね。まだいかへん。ラビット何撮ってたんやっけ。気持ちいい。あ、これで OK。 いくぞ。レベル5になると結構いいんだよね。結構いいの作れるようになるっていう、なるような気がした。確か。お、あー、びっくりした。ゲージが最大ね。別にグレードが最大じゃないんでね。もちろんグレードアップだ。いってらっしゃい。大丈夫です。全然。40時間。始めてくれ。いや、大丈夫です。大丈夫です。今のところログインしかしてない。大丈夫です。まあ、この辺もそう、時間で、そう、こういうところにね、この待ち時間とかできるからさ、無課金とかでやってると、っていうのもあったんだよね。うん。言い訳？うん。とりあえず一回ロックかけに行くね。怖いからさ、まだまだやりたいことはあるんですよ。いやー、ビューネーがいるよ。嬉しい。ロックブレイクも欲しかったなー。いやー、でもまあ、とりあえず少しずつでね。体術だね。もろ体術ですね。うん。いやー、ビューネーだよ、ビューネー。うわー、嬉しい。俺、これ何気に、いつだっけ？年末だか忘れちゃったけど、アンケートあったんですよ。アンケートの時にね、ね、やっぱデッキキャラのやつも使いたいですよ、みたいなこと言ってたんですけど、まあ、それ一応もしかして反映していただけたら、うわー、キモい来たーキモい来たーっておかしいけど。いいですね、ビューね、いいですね。で、このカタクリズムが見たい。てか、でもトリニティブラスターが良かったな、個人的にはね。あれくるる、電磁場を発生させる。遠隔全体。あ、全体また来たー、嬉しい。全体王手欲しかったのよ。で、イカ寿司ね。うん。で、証券、嫁ね、槍か。証券、槍、弓に特攻か。ロマトが次、風に、カミナリズム強くよ。なるほど。てか、属性ってあんまり俺意識してないんだけどね。いやーいいねー。てか、こう持ち技がコークスクリューってのがちょっと気になるけどね。ビューネがコークスクリューしてる姿なんてさ、どうですかって感じだよね。この人自らそういうなんかさ、体術を振るうイメージはあんまりないけどね。特にさ、こっちほら、あれじゃないですか。影っていうかさ、だもんね。本体じゃないもんね、これビューネの。いやーでもいいねー。やったよ。ちょっと本当に、ちょっとまたなんか熱が上がってくるね。熱がね。別に風とかやないで。アセルスもアセルスもロック入れとくよ。ロックアセルスもいいよね。あれこれロックしてないよね、まだね。いやーアセルスいいよね。アセルスまあちょっと俺が求めてるアセルス感とはちょっと違うんだけど、まあ、これはこれで全然いいです。ケイオティックエクリプスもなんか字が削れてるから大変なことになってるんですが、エクリプスにしか見えねえんだよね。なんかちょっとゲームみたいなね。いや強いですよ。で、あとが、そうだな、将軍連中も一応、あれかな。てか、王と将軍ってどっちが上だっけ。それすらもだよな、ちょっと、やべえな。体力見りゃ分かる、大体。ああ、多分、王の方が強い、将より。まあ、最悪、将は食わしてもいいかもしれないな。でも、ハリーとか、ハリーと体術かーいって感じだよね。体術かよー。モニカが弓か。またモニカも好きだからな。可愛いよね。これどっちのモニカやろ。あ、これあれか。コラボか。コラボのやつか、これ。一応取っとくかね。やっぱそしたら。ドラゴンズドグマオンラインとのコラボ。出張したんだね、ここにね。ちょっとよく見ていい？よく見ていいですか？いいですね。なんかこの、お姫様感を漂わせつ、ちょっとこうなんか、戦に出てる感じのお姫様というか、なんというか、いいですね。はい。何が言いたいんやったらしいんだけど。ハリード。ハリード。いいな、ハリードって感じがするね。でもなんか、どこぞの遊牧民のようなスタイルですね、まるで。ハリードってなんだかんだでさ、あれだなったっけ？
皇族の血筋手ってのはなかったっけ。あれでもうろ覚えだな。いや結局滅ぼされちゃったんだよね確かね、ハリーさんとかね。うん、語りな、なんか特殊やね。だからそういうあれなのかな、ドラゴンズドグマオンラインっていうのがそういう世界観なのかもね。それに合わせた衣装みたいな感じなのかもしれない。ということでちょっと王は今引いたんやけど、ドワイトってドワイトいかつ、ドワイトいかつすぎるやろ。最悪この辺食わしていけど、ドワイトこんな顔してんのかよとても帝国継承歩兵っていうイメージじゃない、割とさ、ヤサ男のイメージあんだよ帝国継承歩兵ってさ。まあ、確かにね、今ね、こういう嘘やろこれ、いかつ、とても継承とか、お前どっちかって重装歩兵だろお前は。確かインペリアルガードかなんかじゃねえのっていう感じだけど、なんか俺の帝国継承歩兵のイメージじゃねえな。ヘルビー、あーなんか見たことある。あ、てかサガフロ2か、めっちゃあれ、これあれや、多分サガ TCG のカードイラストとまんまじゃなかった、これじゃないだろ。シャール結構好きよ、シャール、シャールが好きっていうかね、銀の手が大好きでしたね。すいません、シャールにつけないでいつもハリードとかユリアンに装備させてた銀の手ね。うん、いいよやっぱ片手なのかな。あ、お前銀の手つけてません、ちょっとダメだよ銀の手は。いやごめん、なんでもないです、怖いっす、選ばないでください、お願いします。さて、でシャール、ロベルト、あんま知らん、ロベルトね、サガフロ2か、ロベルトね、はい、あまりごめん、補正がなくて言うことがないです、申し訳ない。あとは結構あれだよね、あとミカエルみたいなのか、ごめん